おはようございます。寝起きの本田翼です。今日はですね、私の私生活をお見せするということで、というのもやっぱり国民的女優なので、なんか周りの人から派手な生活してるんでしょって言われるんですよ。でも実際そんなこともないんで、今日は皆さんに私のいつも通りの私生活の一部を公開します。それでは VTR スタート。いただきます。これを、これが、これ、で、ケチャップ、あとはこれ、溶けコロ、はい、で、ソース、中濃ソースと、これが安納芋モンブラン、これお茶です。入れます。収納ソースもかけちゃいますか。そんなにかけない方が好きなんで。おいしい。うわ、めちゃめちゃおいしそう。暑い、暑い。一番美味しい、食べ応えあって。よくやるのはこのスープの中におにぎり、めっちゃ美味しい。幸せ。今一週間に一回だけこういうジャンキーな食べ方してて、それ以外は野菜中心の生活なんですけど、この日のために一週間頑張ってる説あるかも。うまい。おっさんじゃん。中がクリーム状になってる。崩れ落ちるぐらいあるから。でも外はサクサクが残ってます。よかった、リップ変えて。これ、ロレアルの304番使ってるんですけど、呼吸してくださいって来てるんで、呼吸します。熱い。うん、気持ちいい。熱っ。熱っ。カメラ伝わるかな？これ今、めっちゃ熱い。やっぱちょっともう少し飲みたいかも。なんかスープ全部飲むのやめたんですよね、最近。ラーメン屋さんで食べた時はスープ全部飲むんですけど、カップ麺はね、飲むのやめたんですよ。なんか塩分取りすぎちゃうみたいなことを視聴者さんから教えていただいたんで。やっぱそうなのかな。飲みたいんだけどね、本当は。じゃあデザート、これが安納芋モンブラン。なんかすごい今日は連絡来る。普段全然来ないのに。安納芋ってなんだっけ。あ、すごい、クリームぎっしり。果肉が入ってる。めっちゃうまい。なんか蜜が染み込んでうまい。やっぱ久しぶりに当たりかもしれない。コンビニスイーツ。なんかやっぱケーキ屋さんの方が美味しいなって思うけど、これは超えたかもしれない。幸
ャキシャキしてやがる。果肉がシャキシャキしてやがる。これは当たりだ。当たり。で、下にクランチみたいな。なんか上の部分が衝撃すぎて、クランチはなんか他のカップケーキでも食べたことあるかも。ということで、今日はいっぱい寝れそうです。明日から元気100倍。